西本金次は神奈川県出身のプロ野球審判員。セリーグ袖番号は1990年採用から2003年までは35、2004年以降は7。武装高等学校から愛知学院大学を経て1990年にセリーグ審判部に入局した。同年はセリーグにおける審判4人制がスタートした年であり。 55歳以上のベテラン審判の大半が引退した中で新規採用された一人である。2005年には審判員奨励賞を受賞。オールスター出場3回。日本シリーズ出場3回。2010年9月23日読売ジャイアンツ対横浜ベスターズ21回戦東京ドームにて一塁累審を務め通算戦試合出場を達成した。2014年よりクルーチーフとなる。 2016年5月15日、北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズ11回戦で球審を務め、史上90人目の通算1500試合出場を達成した。2019年より球審を務める際の構えをシザーススタンスからボックススタンスに変更した。2021年7月3日、 横浜 DNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ11回戦で2類類進を務め、史上72人目の通算2000試合出場を達成した。ありがとうございます。